ユーゴ型潜水艇 s s m ーゴクラスは北朝鮮で開発、生産された工作員専販入用潜水艇である。ユーゴという NATO コードネームは、ユーゴスラビアで設計された説があるためである。1960年代初期に建造を開始して、1990年代半ばまで建造されていたと考えられている。魚雷発射艦を装備しているが、 予備魚来のスペースがないことなどからも、魚来攻撃は副次的なもので、司令塔に水密ハッチで閉じられる部屋があることから、もっぱら工作員の放出、回収が主任部だと考えられる。広報装置として搭載された GPS をはじめ、艦内の機器の大半が日本製だったと言われている。推進は、大小の五よくスキュード、通常プロペラによる一軸推進である。 1998年6月22日、一隻の遊語型が大韓民国の東海岸に侵入を試みたところ、サンマ漁の網にかかり、航行不能となっているのを漁師に目撃された。通報から約50分後、韓国海軍が駆けつけ遊語系を包囲した。翌6月23日に、韓国海軍警備艇が栄光して連行しようとしたところ、途中で沈没した。 まもなく、海中から引き上げられて、港に栄光され、韓国軍兵士がハッチをこじ開けて内部に突入したところ、乗員5名の射殺隊と自決した4名の工作員、潜水服1着と赤む RPG-7、そして金日星、主体思想を賛美する内容の書籍及び遺書が発見された。捜査の結果、韓国国内の地下組織との埋没連絡を、 行うために工作員を韓国に送り込もうとして失敗したものと見られている。工作員及び乗員は漁師に目撃された直後に集団自決したと見られている。融合型に関する情報はこの時捕獲されて現在展示されている一隻からしか引き出すことができない。1997年にはベトナムに2隻輸出されている。ベトナムに輸出されたタイプはシュノーケルと 魚雷発射艦を標準装備する。主に、ダイバーの支援に用いられていると考えられている。映画、戦線布告に登場する、北東人民共和国の潜水艦のモデルになっている。詳細は不明であるが、世の型潜水艇も建造されている。諸説あり、1998年に捕獲された時は、乗組員5名と偵察局員4名の遺体を、収容。 1998年に捕獲された時は発射口を溶接して使用不可能であった。AB、世界の軍艦2010から2011、世界の艦船第663周期祭の東、シナ海をめぐるシーパワー美中隊艦長5カ国の使用艦艇比較では23隻。世界の海軍2007から2008では23隻。ありがとうございます。